偉い先生。一寸苦手。ちゃんと振り仮名振ってくれんのありがたい。ん？あら、待ちくたびれて寝ちゃったのかしら。あらら。ほう。まるで彫刻のよう。褒めても何も出ないぞ。おお。いや、眠ってた。なんていうの、こう。スメラギか。ああ。冷たい美貌。どうしたのかな？なんだか緊張しているようだね。そんなに今日を楽しみにしていたのかい？心理分析。どうしてわかるんですか？深見先生が緊張しているって。簡単なことさ。ドキッ。まあ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 。手に汗をかいて。そうですか。でも誰でも手に汗ぐらいかくんじゃないでしょうか。それに彼の目は少し充血している。作家なら徹夜も珍しくないだろうが、彼の連載は先頃終わったばかり。ということは今日の日が楽しみで、もしくは他の理由でよく眠れなかった。さっきから首をひねっているのは、おそらく昨夜眠れなかったせいで、ここまで来る電車の中で不慣れな姿勢で寝てしまい、首を痛めてしまったからだ。プロファイリングか。そう、それに首といえば、一見いつものスタイルと全く同じに見えて、実は巻いているマフラーを新調している。すごい、よく見てんな。新品を下ろすときはちゃんと値札を取ることだね。あ、わかる。それにしても今日は皆浮き足立ってるみたいだ。編集部で会うのと随分違うの。月岡くんも胸の大きさが少し増したみたいだ。ブラジャーを寄せてあげるタイプに変えたんだね。セクハラだ。まあ僕にはたかが脂肪のあるなしで一喜一憂する気が知れないんだけど、胸だけは脂肪が多い方が好きだという男が多いというのは知識として知ってはいるからね。女性も大変だ。まったくご苦労なことだ。なんてやつだ。湯気出てるな。ああ、逆にいいけどね。ここまでいったらいっそすがすがしいわ。まそんなことはどうでもいいか。王様タイプ。まあ見た目がね。もうせっかくこんなところまでわざわざ来たんだ、深見君。そろそろ座敷わらしに会わせてくれよ。座敷わらし。僕は本当のことしか言わない。嘘つかなそう。良くも悪くも結構とかな。スメラギ君明。あー、すごい、なんか王族みてえな名前だな。ペンネームなのかな。へえ。本格パズラー。パズラー作家。
ああ、じゃあ本名なのか。わからんけど。すごいね。ああ、そういうことなんだ。あらら。まあ、じゃああれか。ちょっとあれだよな。大事にしたいのは、わかるわ。今日はこのために来たんだ。ひえ。そういえば、この旅館って、座敷わらしが出るということで有名なんでしたっけ？ああ、深見くんがよくご存知らしいんだ。え？深見先生が？僕はそういうオカルトとか非科学的なことはあまり信用しない立場だからね。もし本当に存在するのならば、この目で見てみたいと思ってね。なるほどね。なんかすごい分かりやすいっすね、スメラギさんのキャラ。ねえ、これって実は？お。この小説、これに出てくる少女って座敷わらしだろ？人形の間、ま、君が座敷わらしが出没するという噂で有名な旅館を頻繁に訪れているということは全国承知しているんだよ。まあそんなところかな。身分を明かさないんだな。君、なんだか面白い人みたいだね。気に入られちゃった。おお。なるほどね。悲しい。まあ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 、しゃあないよな。俺もなんか、年下だと思って、ずっとタメ口で話してたら、2個ぐらい年上だったっていうのありましたね。すげえ恥ずかしかった。某芸人のコントみたいな感じになっちゃった。それからなんか一瞬で俺が敬語になるっていう。深見先生は、座敷わらしを見たことがあるんですか？可愛い子ですよ。そうですよ。深見先生はいつも和服の女の子の座敷わらしさんを見てらっしゃるんですよ。なんと。確かに言われてみれば。皆さん、人形の間に行かれるんですか？では、私がご案内します。いいね。ハルさんも見たことあるのですか？その座敷わらしを。いいえ、私なんてせっかく職場に座敷わらしさんがいるのに全然霊感がないので一回も見たことがないんですよ。一度見てみたいものなのですが。だよね。雰囲気、私も見てみたいです。高額のためにも。会えなそうだな、ジェラシー的な意味で。現にさっきね、大瀬なんかいいな、大瀬って。こちらが人形の間になります。
うん、これ最終章だからついに行くんかな。さあ、もったいぶらずに開けたまえ、深見くん。あー、いいっすね、やっぱ雰囲気が。8畳か、どんくらいあるんだろうね。何百体、パンパンなんだろうね。これはでもなんか取り上げられるよな、確かに。ここまで行くとポルターガイスト、まあよく聞きますよね、人形動いたりとか。写真とは違って、生だとやっぱり迫力が違いますね。さすが有名な人形の間。うん、だよな。ところで深見先生、いますか？座敷わらしはいますか？私にはやっぱりわかりません。残念。フィールド測定器、そんなものを。何ですか、それは。ああ、これは対象となるエリアの電磁気による汚染レベルを測るためのものだよ。必需品じゃないか。必需品なんだ。ああ、なるほどね。さすが詳しいね。しかし、この部屋は特に異常はないみたいだ。うん。でも、こんなに人形が並んでると、確かに少し不気味ですね。どうして？なんだか、情念みたいなものがこもってる気がして。怖いというか。人形はただの物体でしょ？なんで怖いの？うん、まあ、俺の部屋も結構あのポスターとか昔いっぱい貼ってたんですけど、知り合いはなんかすごい見られてるようで怖いみたいなこと言ってたな、そういえば。うん、厄除けとかね。うん、ブードゥー教、泥人形。泥人形って聞くとやっぱゴーレム思い浮かんじゃけど、うん、犯人は土偶、荒はばき。うん、あー、ふむ、人間の形をした身近な存在だからこそ少年のようなものが宿りやすいということですね。なるほど。なんだこれ、ふそがみ、わかんね。うん、腹を立てて節分の夜に。あー、なんかつくもがみ的なあれか。あれでも、八百万99年だっけ。うん。へえ、なるほどね。うん。君のような考え方をする人には座敷わらしも見えるのかな。つまり、妖怪とか怪異とか、そういった不思議な現象を信じているんだね。ああ。怪異って聞くとやっぱ化け物語を思い出しますね。うん、そろそろお食事会が始まるって女将さんが言っていたわ。現れたな。あら、私もお呼ばれされているものだとばかり。いたずらっぽい顔で、 いないいないいな無駄無駄無駄みたいな。
もう出てきてくれましたね。おお。ああ、そうそう。君も出席者だよね。レンゲです。そうでした。レンゲちゃんですか。素敵なお召し物ですね。普段着です。ん？え？何？君はあれなのかな？深見くんの関係者だっけ？え、ちょっと待って、これは意識を操作されてるんじゃないのか。うん。ここの？そうよね、ハルさん。ああ、そう言われればそんな気が。いえ、そうでした。すげえ普通に出てきたと思ったら、とんでもないこと。操ってるじゃん。マインドコントロールしてる。なんだか怪しいな。まさかって ああ書くんですね。あ、勉強になりますわ。君ってそういう趣味があったのかな。にやり。こっちの方がある意味座敷わらし信じてる云々より危ないな。まあ、僕はそういう男女の事情には寛容だから安心したまえ。あらあら。ひなには稀な美しい子。まさか深見先生と。いえいえ、先生に限ってそんなはずはないわ。おやおや、おお、目が。私はお食事会の準備をいたしますので、厨房へ行かなければ。そそ。本当よ。これ聞くのか？言及するのか、これは。冴えない顔ね。いつも神器臭い顔だけれど、ますます見られたものじゃなくなれば。ああ、どうぞご自由に。誤解しないでくれ、彼。僕は君を忘れはしない。でも先生、あの子先生のこと信じてくれ、彼。僕には君だけだ。そうなっちゃうんだ。面白い子。痛いわ。引っ張らないで。ごめん、つい。そう。この世にはあなたの知らないこともたくさんあるのよ。すごいな。いいじゃない、いつもの。おお。何のこと？あら、あなたってやっぱりバカね。鈍感ですわ。バカとかけてバカと解く。その心はあなたというぐらいのバカよ。
ひでえな。宿泊客が人形の間に浮き忘れていった本から学んだの。そういう能力ですか。なぞなぞの本。もう一問出してあげるわ。あなたとかけまして、裕福な生まれのお嬢様のお宅にある箸より重いものと解きます。その心は。箸。その心はどちらも持てないでしょう。ああ、めっちゃなんかベタ惚れされてましたけどね。まったく、半年も待たせたのだから、このぐらいの意地悪は当然だわ。ラブラブやないですか。かわいいね。いいえ、別に。キモ。キッツ。キモのが似合っていればね。頑張ってフォローしたのかな。うん。キモ。はあ。遊ばれてるだろう。キモいわね、あなたって。ストレートに来た。私と話しているとき、ニヤニヤしているところがキモいのよ。しゃあないじゃん。それはしょうがないでしょう。こっちもストレートだな。それなら仕方がないわね。キャワは。それにしても今回は随分大勢で来たのね。うん、流れでね。仕方ないんや、売れっ子作家さんやから。あなたがそのスメラギっていう人より偉い作家になれば、言うことを聞かなくて済むのじゃなくて、つまりあなたのせいね。せいぜい頑張ることね。あなたの小説はつまらないというわけではないのだし。褒めてくれてんのかね。え、それは少しだけよ。これめっちゃ気に入っとるやん。うん、嫌いじゃないわ。あの最大限のあの好き的な。子供のおもちゃにありました。うん、嬉しいじゃない。いい顔するじゃね。おかしいですね。ん？あ、足りないってやつか。はい、厨房で妙なことがありまして、スメラギ先生のお知恵を借りようと思ってこうして戻ってきたわけなんです。